島野三郎は、日本のロシア研究家、アナリスト。石川県出身。1911年、金沢第一中学校を卒業。石川県の県比留学生として選抜され、日露貿易のために必要なロシア語を習得するため、ウラジオストクで語学研修を行う。この時、一緒に留学生に選抜されたのが、宮崎正義である。 1914年、南満州鉄道株式会社の社費留学生となり、モスクワの大学を経て、1916年に、ペテルブルク大学に入学。哲学、ロシア史を学ぶ。1917年、ロシア2月革命に遭遇し、7月に帰国。その年、南満州鉄道株式会社に入社し、東京支社東亜経済調査局に所属する。 ここで、ロシア滞在中から準備をしていた、ロア辞典の編纂を進め、苦心の末、1928年に刊行した。南満州鉄道の同僚であった、大川周明と共に、国家主義運動に関係し、老僧会、なおアリ社、行地社に参加、その頃には、島の府というあだ名をつけられる。なおアリ社で知り合った、北一とは、事件で、 北が軽視するまで進行が続いた。ニコライトルベツコイラ、ユーラシア主義者と呼ばれる、ロシアの文学者、哲学者の著作を次々に翻訳した。また、クルバンガリーラ、在日イスラム教徒の活動を支援し続けた。1940年、河北交通会社へ入社。戦後は、東京ニコライ学院、自衛隊調査学校。 関東管区警察学校の講師などを務めた、単行本草書、著作集、修正。ありがとうございます。